イメラジオ第3562回、今日は令和4年3月18日金曜日です。時刻は午前8時半、横浜港北、金曜の朝来ました。ここのとこずっと春らしい暖かな陽気だったのですが、今日はちょっと寒いですね。空も曇っていて、今日はお昼から横浜山手にお出かけする予定です。てっきり晴れた陽気のと思っていたんですけど、今日は曇りですね。さて、金曜日の朝、イメラジオです。今回は愛子さま初の記者会見取り上げましょう。愛子さまの初の記者会見ですね。愛子さま20歳になられたというのがなんか話題になってましたね。で、まあ、20歳になられたということで記者会見もする。で、その記者会見が昨日だか行われました。ご覧になった方も多いでしょう。これまで、まあ、愛子さまといえばなんかもじもじして、でお母さんの後ろに隠れてみたいな、あるいは笑顔もぎこちないっていう、そういうなんかイメージがありましたね。あとなんか急に痩せられたり、お痩せになったり、あるいはかと思うとなんか今度はぽっちゃりされたりという、なんかまあ女子はなんかそういう風に大人になっていくんですけど、まあ彼女もそうでしたね。けれど今回、まあ20歳だということで記者会見私も拝見いたしましたが、なんか実に歯切れの良い、そしてまあ育ちの良さをもう感じさせる、しかもやっぱり大人になられた感じがしますよね。なんて言うんでしょう、その明るさというんでしょうか、しかも一定の悲しみを経た明るさというのかな、単になんか愚かなだけのお花畑ではない、根底に悲しみを感じさせる明るさというんでしょうか、感じましたね。こういう女子が就活に行けばどこの企業でも採用してもらえるだろうっていう、そんな面接と言いましょうか。ただご自分でもおっしゃってたように、やっぱり人見知りするところはあるよと、でそれをこれから克服していきたいんだ、うん、まあ、やっぱりそうなんでしょうね。で長所はというと、どこででも寝れるところだと、ね、どこでも寝れるところが私の長所ですと。那須御用邸でも着いた途端ソファーに寝転がって、そのままずっと眠り続けていましたとか、あと印象的だったのはまあ、お父様お母様ですね、天皇陛下そして皇后陛下が一番身近な存在で自分を支えてくれている、この信頼関係あればこそ、まあ、このような良い娘さんが出来上がったんかなって思います。このお方なら将来日本の象徴としてね、愛子さまなら将来日本の象徴として女性天皇として即位されることも、これはありなんじゃないかと
私は今回の記者会見を見て感じましたが、どうでしょうね。愛子さまがどなたか男系継承していない人と、つまり皇族以外の人と、つまり世間の人と、小室君に代表されるようなそういうお方と結婚されて、でそしてその結果男子が生まれて、でその男子が継承していくことになると、これは女系天皇ということになり、日本の皇室の在り方が根底から変わってしまいますがですね、女性天皇というのは奈良時代になっちゃいますけど、これまでにもあるはあったんですよね。特に男の子がしっかり天皇としてやっていけるようになるまで、その男の子のお母さんとかおばさんとかおばあさんみたいな、そういう立場、しかも皇族の女性にもちろん限られますが、女性天皇をするというのはあるはあったんですよね。ですから愛子さまの次どういう継承になるのかは非常に慎重にやらねばならないのですが、女性天皇という点で言えば、この愛子さまが将来、今のね金城陛下が上位された後、おそらく上位という習慣が定着していくんじゃないかと思いますよ。今までみたいにもう意識がなくなるまで天皇やってろみたいな、あれは残酷といえば残酷でしたね。その金城陛下が上位なさった後、上皇になられて、そして愛子さまにっていうのも十分可能なんじゃないでしょうか。そしてその愛子さまがまた上位されて、そして今秋篠宮の悠仁さま、こちらに移っていくということもありでしょう。あるいは愛子さまが旧宮家の、つまり男系継承を伴うそういうお方と結婚されて、つまり皇族復帰ですよね。そしてそのまま今の嫡流で引き継いでいくっていう、これもありかなと思いますよ。眞子さまの報道があって、で皇室女性でもリバタリアン風に生きていけるんだなっていう、それは一つ日本人にとって衝撃だったんですが、今回の愛子さまを拝見する限り、眞子さまのようにはならないお方かなと。皇室の一員、しかも現天皇の娘さん直系だということで、その責任も十分伺わせる、そういう立ち居振る舞い、そして言葉遣いでした。しかもガチンガチンに緊張してとか、そんなんでもない、余裕はどこで身につけたんでしょうね。愛子さま初の記者会見、今後の皇室のことも考える良いきっかけになりましたね。リスナーの皆さんもご覧になってなっしゃらない方は、ぜひご覧になってみてください。人見知りの影に隠れるような女子がこんなにハキハキと答えるレディーに生まれ変わったんだなっていうのは一つ感動ですね。夢ラジオ3562回、今回は愛子さま初の記者会見お話しました。金曜の朝です。